強烈な打撃で KO の山を築く北の最終兵器が最近新たな武器を身につけた。タックルからマウント、関節、佐竹正明は燃えていた。同じ打撃系、しかもプライドで圧倒的な戦績を残すイゴール・ボブチャンチンとの対戦、相手にとって不足なし。まずは歩み寄る両者。そう、それぞれ左のジャブを伸ばしていきました。佐竹正明飛び込んでいった。ボブチャンチン一瞬バックステップ、左ノック、ボブチャンチンの右のボディ。タックルとか投げとか組み技があると同じ打撃でもこうなっちゃうんですよね。左ノック、右ック、さあ組みついた。ボブチャンチンが組みついた。これを佐竹がどう対処するか。振りほどいた。打撃勝負だ。佐竹の腰強いですね。強いですよ。直線型右ストレート伸びてくる。そして早くも佐竹のですね。あれ第1ラウンド早くも出血。ロッキーですよ。飛び込んできた。サイノック、これがロシアンフックだ。ミドルいいですね。ミドル飛び込んでいく。サイノック、ダメを捉える。右のミドルをというところ。佐竹です。佐竹サイノック、サイノボディ、ロブチャンチンだ。サイノックだ。ロシアンフックのロッキーフックを使われてるんですよね。これですね。ロッキーフック、いくといいと思うんですけどね。パンチ出た時ですね。サイノック、右ロブチャンチン。第2第3ラウンドは5分間。間が入ったらここで思いっきり蹴って、いつボブチャンチンがその後、歯を食いしばる佐竹、飛び込んできた。目の前でロシアンフックが炸裂していますが、わずかにかわした。まだ佐竹は膝をついていません。この試合まだ佐竹は膝をついていない。タックルを腰で受け止めています。左のドアを打ちまた。いいですね。自分の得意なもんで言った方がいいですね。プライドに来て1年半やって分かったこと、それは自分の得意な部分を伸ばすしかない。そういうふうに話した。そうですね。膝が当たって腰が重いですね。決めて立とうという佐竹の右腹。これは空を切った。ボブチャンチンが中に飛び込む。さあインサイドワーク、ちょっとグラッときた。頭を振った。まだ前に出ていく。気合を抜いた佐竹、バックを取られました。ボブチャンチンがバックを取る。しかしここからロープまで行って、これがいいんですね。これを気をつけなければいけません。あ、いいですね。体を反転。ご覧のように激しい出血。しかしその闘志、序盤には何度か出ました。体を振ります。ボブチャンチンパンチでは先手取られてるんですよね、はい、どうしても主導権取られてる。ローキックで出腹をくじきたいところ。そうそうそう、その蹴りがあるんですかね。蹴りが出ると足が止まりますから、必ず取られる覚悟で切った方がいいですね。いいですよ。ナイスタイプに攻めをかけます。蹴りますよ。すでに赤くなった。佐竹が残り3分のところでキックに来た。そのキックを取るか。いや、取らせない。佐竹選手もという話があるようです。三宅アナウンサーからのリポートが入りました。気合が入ってますね、佐竹選手。佐竹選手ブレイク、本当取られるの覚悟で思い切り蹴った方がいいですよね。気合を入れました。右のローキック。佐竹一発一発超えるように気合を入れていきます。これが格闘家佐竹、空手家佐竹の気合です。ボブチャンチンが中に入れなくなってきたか。そうそうそう、いいですよ。はい、右のローキック今のでいいですよ。これですね、谷川さん。パンチ選手が本当に打撃の選手だと思って、細かいジャブとかショートのフックとか1分。しかしボブチャンチンの打撃に対してこのローキック、踏み込んで思い切り、ボブチャンチンが踏み込めなくなるまでローキックを放てるかどうか。佐竹正明フィアック、しかし倒れない。というか太ももところが効いてますよね。ローキックを放っていきます。今度は前蹴り、左ノック、これもステップでかわしていく。右ストレート顔面で受け止めた佐竹。赤コーナーサイド、さあスリーパーに持っていこうかというところでしたが、第1ラウンド気合十分。佐竹正明第
第1ラウンド中盤から見せたローキック、オブチャンチンのパンチは非常にいい形になってきています。右ストレート、これをかわした佐竹、さあザム上、ここです。そうそうそう、それですね。大根を返す、もう本当踏み込んで、そうですね、右のストレートからローキック、オブチャンチン、ローを返していく佐竹、ローキックを狙っている。コブチャンチンが前に出てこられなくなる。右のストレート、踏み込みが浅いが、しかしニュートラルコーナー、はい、さあ疲れます。さすがにやるんだと思いますよ。足取りを詰めます、足を取って初めてこのエスケープうまいですよ。あ、そうですか。さあ腕を取ってコブチャンチンが腕を取った。そして側頭部フライドのシュンクという差だけ、残り1分、残り1分、ガードが開いたところを顔面です。さあ狙いを定めた、ボディはもう諦めてるんですね。ボブチャンチもね、本当にあのやたらめったら打ってきませんからね。ここ確実攻めたいが、攻めたいがなかなか攻めきれないか。いや、頭だから大丈夫です。ここでボブ第2ラウンド終了。最後のラウンド、ボブチャンチン対、あ、いいですよ、ノックワンフェイワンツー、完全に手足が続きましたね。これを続けたいところです。これ続けたいですね。右のローキック、痛いから返してますね。右のローキック、もう一度、さあ飛び込んでくるところ、左のキック、右ストレート、さらけ、あ、いいですよ、今のチャンスいくともいいですね。ちょっと前の、ちょっと前の、さあなんとかグラウンドに持っていこうというボブチャンチンです。全くね、あのインターバルの時もね、息の乱れるところないですよ。そうですよね、前からの声もね、大丈夫大丈夫というふうにね、はい、声を逆に返してましたが、あの表情を見てるとね、石格闘技を始めた頃の佐竹のあのギラギラした感じに戻ってますね。あのどんなかやニールセンの頃のね、ギラギラさがなんか戻ってきたの気がしますけどね。確かにこのフラッグ見たいところですね。ローローと見せておいて、そして相手というのも十分考えられます。ミドルキック、佐竹、ボブチャンチンも出てくる。さあ受け止めるか、ボブチャンチン。ニュートラルコーナー。足を止めた。足を取って倒した。高田さん、こうなった時の佐竹、どうすればいいんですか。そしてね、あとはもうーキーイゴール・ボブチャンチン、絶好のポジション、右ノック、あ、ボブチャンチンもかなり疲れてますね。第2ラウンド、そして第3ラウンド、はい、マウントポジション、佐竹としては苦しい、腕を取ろうというボブチャンチン、関節取られても危ないですからね。さあ、また体勢を行うロングです。第3ラウンド終了です。10分間、そして5分間、全てのラウンドが終わりました。まずはボブチャンチン、ジャッジマッチグループボブチャンチン、やはりここはボブチャンチン3対0、佐竹正明、佐竹正明敗れました。イゴールボブチャンチンが空手王対最終兵器の対戦、判定の末物にしています。しかし佐竹対ボブチャンチン、激しい打撃戦、素晴らしい打撃戦を見せて、はぁ、結構燃えた、どうだどうだ、Хорош. Подготовь. Они умеют бороться. Я тоже не умею бороться. Скажи. Я не умею. Комбайн мастер. И тайдва. И тайдва. И тайдва.